七葉ひまわりは日本中央競馬会に登録されていた父内国三馬の競争馬である。馬名は冠名の七葉と植物のひまわりが由来となっている。2003年8月小倉のデビュー。2歳時にはシワ中距離を使われたが3歳以降はほぼート路線に専念する形となる。 ダート転向当時は1400メートルを主体にし2007年6歳春頃より、その距離を1800メートルへと延長。特筆すべき実績はないものの、途中500万クラスへの高級となった時期を挟み、木を拾いながら、勝ち星を積み重ね2008年7歳にして、オープンクラスへ登り詰める。陣営は当初7ひまわりの昇級初戦として、二川ステークスを使う予定であったものの除外となり、 その矛先をマーチステークスへと向ける。中山での出走経験がないことや、重症発挑戦などの不安要素から7番人気という低評価であったが、これに反発し考法から最後の直線で一気に足を伸ばし、重症勝利を記録。この勝利は馬主及び生産者にとっても重症発勝利となり、小原府にとっては約6年ぶりの重傷勝利となった。なお、 小原騎きは、この勝利が、現役最後の重賞勝利となっている。重賞ホルダーとなった七葉ひまわりはその後もギー、オープンクラスを転戦したが目立つ戦果はなく二桁弱順を、繰り返し成績の頭打ち状態が続いたため、2009年、シリウスステークス12着を最後に障害へと転向となる。平地重賞価値の実績を買われた七葉ひまわりはいる。 小初戦から人気を集め、5戦目に障害勝利を収めるも昇級後は、障害入り直後に懸念された飛び越しの低さがネックとなり平凡な成績に終わり、2011年1月8日付で現役を引退。山口県宇部市の宇部乗馬クラブで乗馬となったが、現在は山口県下関市のホースパーク大月で乗馬として活躍中。ありがとうございます。